目の前でインフィニットバース。さて、岐阜勢の方々ですね、愛知県民来てくださってありがとうございます。8月26日9に大会あるからね。頑張れ頑張れ。ファーストクローズディバイド変だね。人で埋まる。まあまあ車で来る分には大変だよっていう感じだよね。俺大変じゃん。まあさて、ここでヒルダ対メルカバですね。まあヒルダなんだかんだで何が変わったんだ。なんか FF の派生が追加されたとか聞いたんだけど、リーチが伸びた、リーチ伸びた、マジ、ああポケットが減った、わかんない、怪しいけど、もちろんチョーンは挑戦ならいいが、スカッシュ投げを選択、中断、嫌な当たり方したが、コンボ選択が3つって、おっと捕獲ガードしている。とりあえず続いて 2B、 今回先端でも2ヒット引き戻しがついたのでその辺が優秀。噛みついた、目の前で出していく勇気がある。セカンドクローズディバイド、ディグナスカッシュの苦しみです。さあラウンド2、サメジャン C をちらつかせながらスカシゲダンを決めていくから補正を切りに行ってスカッチ B からコンボを決めていくのはメルカバ側だが、今回1周目のグリッドゲージ、とりあえずヒルダ側に来てしゃがみシールドしていたのでサメジャン C で割れてしまう。さあメルカバかなり辛い状況で行ってコンボ決めていく、生解放コンですね。とりあえずダウン取って、あなんかサイド保証上がった、上から降ってきた、ここは当たってケージはないが殺せるのか、頑張りたい、頑張れない、あと1ドット、さあ刺さって、さあここでヒルダが1本取り返す。ヒルダなんだかんだ結構人気ですよね、やっぱ使ってる人結構見るんで、いいキャラ。ダウン取って1,2 の、さあ当然のように噛みついていく、発生が早い。メルカバもね、前回強かったところなんだかんだ残してもらえていいキャラになったんじゃないでしょうか。周りの連中がね強くなってるからバランス的にはかなり良くなってるはずなので、さあで中段の選択、あの中段のスカシゲなんでタクってくださいねってスタイルについては全然変えてないですかね。さあおーマジランダじゃなくてそっち有利フレームからかぶりついて、さあ無償で大きい攻めスタート。だ虫、平方先生に聞きましたけどメルカバ側が殴られると消えるんで、殴られてたからガード以上しちゃうと消えるんで、あー目の前で小足が出ているが届いちゃったって感じですね。勝ったのは上野さんのヒルダー、おめでとうございます。次の試合は、じゃあ電撃勢対石で、次がぬこまるさんと俺。ぬこまるさん最初はグーじゃけんぽい、あっちでありがとうございます。どんどんやってってね、どんどんやってってね、はよ座れ。ゲームオーバー画面、ふぅ、シエ先生、さあ自他ともに認める強キャラ中のシエ先生が選んだのは白夜、つまり今回の白夜は結構いけてるかもしれない。白夜ね、言うてでもやっぱ家庭用と見るとすごい肉厚になりましたからね、このキャラクター。こんなにスカスカじゃなかったやろ、めっちゃこんなに熱くなかっただろうっていう感じのキャラだったのが、なんかいろいろと手に入れてきて、さあとりあえずグリッド調整かつ、メディアはねコンボ時間が長いですね。あと
拘束する時間が非常に長いので、しかも本人がグリッドを奪う力がかなり高く、さあ片目からとりあえず CS 取れそうもないので、最後まで出し切って、マジそのコンボ選択合ってんのか、片目中段はガード、中段もねむちゃくちゃリーチ伸びましたね。あれあんなに長くなかったよねとか言いながら、うん、裏回って当たる、ここはコンボ選択がバッチリだが CS 剣は白夜、わあやっちまったやつ、まあ死にゃせんけどこれはやばいやつやな。さあ100あるんで置き攻めに行きます。罠置いて罠置いて罠置いて、はいどうしよう、中段は届かない、うわスラストスラストからの読み合って固めて、ほ FF から固め継続、残り時間が中段はガードして、アサルトジャン A だったら勝つ中も、まあ確かにね、中段はガード、そして目の前で 2B を振っていく、引っかかって、うえーい、さあ素晴らしいですね、出し切る、長い強い、さあ、あれにリスクを背負わせれないと白夜戦まず始まらない。何かしら皆さん考えましょう、いろ各キャラによって何かあるはずなんで、さあ中段これがね知らんと当たるんだよね。さあ目の前に罠があったようなキャッシャーが消えている、さあスラスト当たって123、はいコンボ変わんないからいいですねこの辺は、はいダウン取って中段で補正蹴りからのコマ投げが当たる。さあだがこれはとりあえずインフィニットはまだ死なないですね、残るけど、さあどうしようこの状況、さあコマ投げ、あフェイントなんだよな、あの技優秀。さあじゃあ僕とネコマルさんで、ゲームオーバー。さあということでデティさんが試合なんで実況があります。ハイドヒルダーですね、さあ開幕からスキアぶっこんでいって、あのジャンピ立てなくてワンコンボ画面端まで持っていけるのがハイドの強み、さあ2層3層までにえさあで、あフォースの後ろこれは痛い、3600は飛ぶんじゃないか、3700、さあ補正が緩くなった噂のハイド君、火力がゴリゴリと伸びます、これは新昇竜で終わり、流れるように戻っていく、さあ第2ラウンド、まず触っていくのはヒルダ側、立ち回りはとりあえずヒルダ側に分があると、本当は VO で追い返して、さあ大きい攻めタイムはどっち、最後の中段が叩いてるが、さあ走って走って小足へディレイが効くようになりました、最強技、どんどん探そう画面端、さあ追い返せるかヒルダ側、ヒルダキャンの選択、さあぐるぐるから 2DB、 さあワープしてジャンシー、ジャンシーで振ってきて持ってれて持ってれて、あっといろいろあってうまく拾ったハイド側、さあ足にフォースファンクションからコンボ選択完璧、3400いけるな、3ミニシー飛びだグループ戦組ようで、怖い眠れ残ってる、さあデイティさん絶叫、さあワンチャンあるか、オッケー飛びだダッシュ、そのまま寝てな、さあデイティさんの勝利です、すまねえな、体が勝手に動いちまった、この力手加減できねえ。
呼び出しに集中してたんで、あれ対戦相手見てなかったですね。次の試合、モンタナさんとバルトレックさん、じゃんけんしていただいて。かっこよく締まらんね。実に俺らしいというか。もう少し頑張りましょう。いや、多分それはゲージが足んない。150だから、多分もうちょい何でもいいから頑張れって感じだったと思う。さて、ハイド対エルトナム。さっき、ね、教えてもらったんだけど、ニコ生じゃなくてツイッチの方を見てる人が多いってね。いや、それは1000は違うでしょ。あれは総計でしょ、確か。20人見てるって。まあでも海外勢の人がね、やっぱ見てんのかなと思ったりするんですけど。モンタナ、ハイド対バルトレック、エルトナム。さて、いつものコンボ、1-2のスタント。さあ、潮流拳、ああいう時はね、相手が何もやってなかったんで、空投げを選択したいというのが本音。さあ、でもやれと言われて、やっぱ難しいんだよね、結構ね。気持ちはわかる。さあ、リロードして、ダッシュして投げ、マジかよ。6B 差し込んで、1-2-3、運びたいが、ちょっと安いんじゃないか。CS 剣は、エルトラム、バクステに追い込むように大分を当てたが、そこから先の反応ができなくて、割れる、死ぬ、当然、あの体力で割れたら死ぬ。ハイドも強くなったとはいえ、エルトラム結構強置きですからね。むしろ強くなってんじゃねえのっていう説まで出てるという、素晴らしい、いいキャラですね、このキャラ。ゴールドは強いて、でもさ、アシミだけじゃん。さあ、見てから昇竜拳、ああいう時バルトさん反応きちっと詰めてる感じがしますね。僕やってもなんか大体何かやってくるんで、いろいろ散らしてるんですけど。さあ、当たってるの確認してからガハなんかいろいろと惜しい瞬間が多い。固めてベイロフ中なんで、とりあえずゲージ入ってって、いや、ナイス中調整だったんだけど、なんともな。さて、ただ最低保障が下がったエルトナムじゃ多分殺せないはずなので。さあ、遅らせ小足のディレイからバキュ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 ーンと勝ったのはバルトレックエルトナム。じゃあ次の試合、トーさんとピロピーさん、じゃんけんポンで、平方先生と上野さんもじゃんけんしといてくださいね、お願いします。ちなみに大会見てるのもいいけど、のじ合い台空いてますからね、好きにやってくださいね。あ、暇な人とかは。さやの歌、さて、ゴールドリンネ、ゴールドの弱体加点って何なのって、アシミだけ。フライ判定が先行するようになったっていうのは、あれなの、カマにフライ判定がついたって感じ。神経ついた、ついにようやくフランスパン武器になったってことだ。あー、まあでも正直妥当な調整っちゃ妥当な調整。リーチの長さが変わってないし、発生とかもいじられてないんだったら全然使いようはありますね。さあ、最強の技、あれどうしよっかな。まあ、恥投げが一番いいかもしれないね。まあ、あと発生がちょっと遅いから、叱ってからなら頑張ればファジーできそうな気もするなとは思わんでもないね。要練習。まさかのシールド割り連携、ほんまか。あー、なるほど、そしたら結果的に割れてるからいいやみたいなね。はい、どうしよう、暴れている。はい、1-2-3ドン、えい、1-2天を仰ぐ。まあ、何でも死ぬからね、パス当たりしてるよ、微妙に危ねえな。まあ、イクスクガーはちょっと難しいからね。さあ、この辺変わってないのはね、フランスパンナイスって感じですけどね。あそこ弱くなったら多分ゴールドはあんま面白くないと思うんで。うわー、これ追撃も変わらず、だから位置が変わっちまった。あ、でもさすがに安くなってますね、いろいろと。うん、
2500でっていう感じ。ダメ越し明らかに早いからね。さあこのコンボ戦略バッチリ、バッチリじゃない、もうグリムリーパーゲージねえから出し切ったところにビシッと離れて判断決めて、トフリーね、ワンチャン来たか。さあ長い、まあ入れ込んでプラス2らしいですからね。さあいつもの変わらぬ西、これが変更されないのはかなりいいですね。タックルから、タックルから何も変わってねえじゃねえか。なんかフレームの隙間がちょっと空いたっていう話を聞いたりね、コパンで割れるようになりましたって。さあってグラ潰し、コンボ戦略はぼちぼち出んな。いやー目の前でグリブリ、うーマジでコンボ戦略は完璧すぎて1、2、3、はい、おー素晴らしい、何も言うことないですね。勝ったのはピロミゴールド、仕込み CVO。 次の試合平穂さんと上野さん、まあこの二人はいいや。最初はグージャケっぽい、はい、これでしょ。あ、奥行って、今のは諦めてなきゃ勝てた。まあ CVO 仕込みつうか入れ込みな気するけど、あれプラス2、プラス2でしょ。まあゲージがなくなるよっていうだけですからね。まあそう、黄金無双局に近づいたか、近づいたか。メタ展開はもっと強い